あれ何してんの姉さんって言って、動物の森って言われて。めっちゃ動物の森してる。動物の森、買ってみたん。めっちゃみんながやるって言うから、すごいなんか、もう会う人会う人やってるからさ、じゃあちょっとやってみるかと思って、始めたんですけど、すっごい楽しい。なんか、いやめっちゃ良かった。ユーマにね、ライトもらったの。なんだっけ、ニンテンドースイッチライト、俺2個持ってるから、あげるよって言われて、同じ色のやつ持ってて。姉さん1個もらったの。そう。で、それでね、ライト持ち歩いてんの。持ち歩いてんだけどさ。これな。これな。ユーマに持ったやつ。島の名前？キャラメルマキアートだよ。キャラメルマキアートで。何笑ってんだよ。何がこんな面白いんだ。キャラメルマキアート用意しなさいよ本当に。何を笑ってるんですか。なんか何がいいかなと思って。センスあると。やめなさい。なんかセンスあるとか言ってバカにしてるんですよ。そうやって。そうやってる。ちょっと楽しんでる。うん。で、最近はなんか、柵を使って、家を、こう、いろいろ囲んでね。なんか、そう、ちょっと、自転車と三輪車をゲットしたので、それを置いてなんか、家な感じにしてる。うん。今は温泉を作りたいと思っています。そこまで行けるんかな。あと、誕生日をね、もうちょっと早くすればよかったと思って、本気の誕生日にしちゃったのね。そうするとさ、12月の終わりじゃない。そこまでやってるかなっていう。なんか、5月ぐらいにしとけばよかった。最近は森に行ってます。はい。うち、森というか島というか。もうね、うちの島の名前聞いてよ。うちの島の名前さ、焼肉バナナ島って言うんだけどさ。なんで変じゃないよ。変じゃないよ。変じゃないよ。いいよ、いい島だよ。焼肉バナナ。熊と青ひげのサイが住んでるけど。語尾ジョリって言うんだよ。いや、インパクト、ちょっとインパクト強いメンバーでね、お送りしてますけどね。いや、島楽しいですよ、皆さんもね。やったことない方、動物の森っていうゲームなんでね。やってみてください。面白いんだ、あれが。皆さん、お気づきでしょうか？このラインナップ。セブンイレブンプレゼンツの、番組さんがですね、もう一つ、他にも、あるそうで、内田真彩のとお話ししませんっていう番組らしいんですけど、そのパーソナリティがですね、つい多分1時間かちょっと前ぐらいにですね、収録をここでしていたらしい。で、僕が到着したらね、動物の森やってた。俺はキャラメルマキアートで。あれ何してんの姉さんって動物の森って。俺間違えたのかと思ったの今日。あれ？あれこれ今から姉さん撮んのかな？でも動物の森してるよなって感じで。終わってた、終わってた。いやー、そんな感じで今日はバトンタッチしておりますけども。ね、家族みんなで頑張っています。さあ。